じゃあ、皆さんね、今もうすぐ、あのっていうところね、着きます。あのって皆さんどういう時使いますか？すいません。お前言うてえや。あのいや違う、あのね、実はあのっていうところはね、去年ね、全然分からへんかった。もうええよ、ほっといて。あのね、あのっていうところは実はね、違う違う、今去年僕らここ歩いてましたね。そうなんですよ、去年ね、ここで歩いてたんですよ。なんでなんですか、なんで歩いてたんですか？ガス欠しちゃいました。ガス欠出ました。なんでガス欠しちゃいました。ガスが欠しちゃいました、はい、どういうことですか？今考えましたけど、全然パッとしなかったです。いやいやいや、まああの焦げおるでしょ。焦げ、はい、焦げいますね。帰りの焦げって、あいつじゃあ あのベニス行ってなんかあのピーヘラしてきて、あの俺カリフォルニアめっちゃ好きよ言うてたやつじゃが一緒にサーフィン連れてったけど、2秒ぐらいで上がった。伊勢堂でね、はい、焦げの説明終わりました。はい、伊勢堂で、はい、伊勢堂で、まあプリケツを出したんですよ。出したんですよ。まあ伊勢やったら捕まらんやろっていうことで、車の窓から出したら、まあ捕まらんかったんですけど、見事にケツがガスしましたね。そういうことなんですよ。車実は止まっちゃったんですよね。止まっちゃいましたね。どこで止まったんですか？3キロぐらい、まあ、手前のところで。どこの？あの出ました、あのそうなんですよね。止まってもうフォレストがビーチボーイズみたいにね、ちょっと車を押してね。ちょっと押しましたね。あ、ちょっと押しました。ちょっとだけ、ほんの1メートル結局動かなかったんです。左に寄せるだけ、寄せるだけ寄せてね。その後どうしたんですか？その後は止めて、あ、止めて、はい、まあ、10分ほどみんなで悩んで、はい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 、死ぬか俺ら、違うかね、なんどうした？ iPhone がね、はい、活躍してくれる。あ、そうなんです。3キロ先にサービスエリアあるわっていうことで、はい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 、そのサービスエリアが、出ました。ありがとうございます。で、では高則と僕が歩いていこうっていう、ちょっと待ってください。高則って誰ですか？高則も僕の長い友達ですね。はい、最高の親友ですよね。最高のサービス。どこ行っちゃったんですか今？東京で頑張って。何してあるんですか東京で今？まあ、東京でいろいろ仕事を頑張ってるみたいですね。夢は、夢はまあなんやかんや自営みたいな、自営みたいなね、変わってるかもしれない。はい、話戻ります。はい、で、あのまあね、ガス欠して1メートル頑張って動かしました。動きません。で、そこから歩き 3キロ先で、先の先でおまわりさんにピックアップされました。ピックアップされました。ピックアップされました。君たちここ歩いたら違反やよ。いやいやいや、君たちはカッパでしょ。カッパ、カッパ一匹に人間二人でしょ。いや、まあ、二人は待ってた。そう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 。で、まあまあまあ、カッパ拾ってもらって、はい、海に帰った。違う、川に帰った。川に帰りました。そうなんですよ。ほんでまた一人捕まってゲゲゲの鬼太郎になったっていうね。そんな関係ない関係ない。 でどうなったの？そうなんだ。まあそれでおまわりさんが、うん、ガソスタまで乗せていってくれて、うん、わざわざ高速降りてまた乗って、向こうで降りて乗って、うん、ごめん、今乗って降りて乗って降りて、今なんかどこ行ってるか全然わからないけど、もう一回行って。大阪方面で降りて、うん、で降りてすぐにまた高速乗ってくれて、うん、伊勢方面向かって、うん、降りてくれて、うん、でまためちゃめちゃ優しいやん。そうなんですよ、やっぱりね、大阪のお前さんはピーとは違うよね。今ちゃんとピー入れましたよ、ピー入れましたよ。聞きましたか？俺すごい空気読めるわ今。とっさの読めてましたね。ね、もうこれもしあのアップロードしてなんか言ったらもうカッパ絶滅ですよ。消されますね。ほんまにこの世から。テポドンで。ほんまに、え？今通りましたね。噂をすればピーポー。やってらんないですよ。いや本当にやってらんない。こっちのセリフですけど、ほんまに、まあ、ガス欠っていうのはね、まあうとうとうかうかしてると。まあ、つきもんですよね。あ、ガスがない、まあ、この車もちょっともうあんまりエンジンない、エンジンじゃない、ガスないんですけど、エンジンはある。エンジンなかったら動けへんやんか。ブルーブル、白物です。そうやろ、白物って何？白物ですね。白物、はい。あ、まあ、僕 あの地元の友達じゃん。あ、白物ってやったごめん、間違えた。ほんで、ごめん、続けて。で、何の話よ。あ、いや、そのまあ、助けてもらいました。ありがとうございました。で、車乗りました。気をつけて帰りやって、気をつけて帰りやって、お声をいただいて、お声をいただいて、その後泣きながら帰っていきました。あ、帰っていきました。で、で、まあまあまあないんかい。その後面白いことはなかった。あ、そうなんや。ほんで小毛と高則がそれぞれの道へ行って、ほんで今日まあサーフィン行きました。で、ね、まあ夜中走って、もうなんか伊勢堂着く頃にはちょっともう薄暗くなってましたけど、道はもう霧にかかってました。前見えません。どういうことですか？もう俺の人生が見えないの。あ、そういうことですよね。僕らの人生みたいですよね。本当に前見えないんですけども。今ちょっと小雨で見えないですね。小雨で見えないですね。これね、意外と俺たち全然雨降ってないんですよ。
このね、雨の量が多いんですよね、このちっちゃい、あの、見えないですよね。はい、すいません。まあ、雨と比例して多分虫もね、ついてるから。そうなんですよ、虫がすごいんですよ、もう。もう、カッパぐらいね。カッパぐらい、カッパは珍しいですよ。珍しいですけど、もう虫がもうベタ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 ついてるんですよね、帰って。前、パーキング、うん。いや、サービスエリアで、はいはいはい、止めた時に、サービスエリア止めた時に一番ついてましたね。ついてましたね。あれ何この虫車みたいなね。めちゃめちゃ多かったですね。ほんまに虫車みたいなね。ほんまにウーバー車ちゃうわ。ほんまにでもすごかった。もうカーカーカーハエガーみたいな。カーカーカーハエガー来ましたね。耳がもう耳がはないか。まあいいや、まあそんなやつ。それはさておき、うん、もうちょっとでイセド終わるわけですけど。終わるわけですけどね。終わったらどこ行くんですか。終わって、まあとりあえず163。そうっすね。でしょ。はい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 。いやもう163っていうのがまた狭い道でね、山道なんですよね。ビュン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 、あのトラックが、あのトラックがあのパスンスルーするからね、めちゃめちゃ邪魔なんですよ。怖いよねあれね。で、うわ怖いね怖いね思ったら、目の前になんかもう亀より遅い車がおったりして。そうですね、僕らもうひたすら止められるっていうね。で、対向車は対向車でトラック。そうなんですよ。ほんで後ろでそいつらちんたらちんたら後ろついて走ってたら、後ろからでっかいトラックのうんちゃんがピピピピピなんかあのね攻めてくるんですよ。それが関西たまらんですよ。たまえたまでたまでではないです。たまでではない。たまらんです。たまらんですよ。何ですかそのなんかあのオリジナル新しいボケ。まあ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 それはさておきね、はい、渋滞。いやいややわ渋滞。やめましょうか。やめましょうか。歩いて帰りますか。ガス欠しましょう。